19世紀末を愛するスチームパンカーのあなた、クラシカルなお部屋に住んでみたいと思いませんか？美しい曲線を描くアールヌーボーのグッズや、マホガニーブラウンとゴールドで装飾された木製家具、ワクワクしますよね。でも普通のインテリアショップには現代風のシンプルな家具しか売ってなくて、お困りではありませんか？今回の動画ではスチームパンカーのあなたにぴったりのお店をご紹介します。紳士塾女の皆様、こんにちは。マダムスチーム、上級人です。先日こちらのアシュレイホームストアに足を運びました。ビクトリアンなお部屋を目指したいと思っても、良い家具店を探すのは一苦労なんですよね。なぜかというと、普通のお店の家具はモノトーンを基調としたシンプルなデザインが主流で、猫足の机とか金の装飾が施された小物とか、いわゆるビクトリアンデザインの家具はあまり売ってないんですよね。でもこちらのアシュレイホームストアなら、きっとあなたにぴったりの家具が見つかりますよ。私がアシュレイ家具を知ったのは、高校時代にニューヨークに留学していた時です。アシュレイはアメリカで最も有名な家具店で、全米売上ナンバーワンの家具ブランドです。クラシカルテイストの家具をお手頃な値段で販売しているので人気です。というのも、これらの家具は本物のアンティークではありません。デザインこそ昔風なのですが、現代の技術で作られたものなんですね。18世紀、19世紀のアンティーク家具は、本物だけが持つ凄みというか、当時の職人さんの技術と美意識を感じます。大量生産でないので、一つ一つが美しい芸術品です。ただ、やはり数百年置いた家具はそれなりのお値段がしますし、一番の欠点としては、脆いんですね。我が家蒸気系でも、19世紀末のイギリスのダイニングチェアや暖炉のファイアースクリーン、フラワースタンドなどを使っていますが、椅子は布が傷んでいたので全部張り替えましたし、木も脆かったので修理が必要でした。定期的にオイルを塗り込んだりなど、メンテナンスも結構大変なんですよね。家具は実用品です。それを使って生活するわけなので、美術品、骨董品のように棚に飾って眺めておくわけにはいきません。本物のアンティークを愛する方々にとっては、新しいアンティーク風の家具を邪道と思われるかもしれません。でも、全ての家具を19世紀のもので揃える、それ以外の現代家具は絶対に使わないというのは、ちょっと現実的ではありませんよね。だからアシュレイのお店のように、現代の技術や素材で作られた家具は、スチームパンク生活をしたい我々スチームパンカーにとって大変ありがたい存在なんですね。余談ですが、アシュレイホームストアと英国ブランドのローラーアシュレイとは全く別物です。どちらもクラシカルテイストなので、間違いやすいですから注意してください。アシュレイホームストアは1945年設立のアメリカの老舗家具ブランドです。そして全米家具売上ナンバーワンを13年連続達成しています。つまりアメリカで一番有名な家具店なんですね。アシュレイ家具店は世界中でなんと1027店舗もあります。北欧ブランドのイケアは全世界で367店舗、ニトリは467店舗です。アシュレイは一桁違うんですね。でも、イケアやニトリよりも店舗数は多いのに、日本にはたった3店舗しかありません。愛知県三好市に第1号店、神奈川県横浜市に第2号店、兵庫県神戸市に第3号店があります。世界的に有名なインテリアチェーンなのですが、日本ではほとんど知名度がないんですね。あまり日本人の好みに合わないんでしょうか。もっと日本でお店が増えてもいいんですけどね。愛知県三好市にアシュレイ家具の正規販売店ができたのは2000年のことです。この地にオープンさせたのも理由があります。三好市はトヨタの社員さんが多く住んでいるんです。トヨタのベッドタウンと言ってもいいです。トヨタ系の社員がアメリカに駐在して、私と同じようにアシュレイ家具のことを知り、日本に帰ってからも米国時代と同じようなライフスタイルにしたいというニーズがあったからなんです。ショールームには家具だけでなく、鏡や時計、ランプ、絵画、絨毯など家のインテリアが一通り揃います。2000円から3000円で買える小物もあって、結構気軽に購入できますよ。ショールームの内装も非常に参考になります。海外のインテリアを勉強されているコーディネーターがしっかりと飾り付けされているので、色使いや配置などが素晴らしいんですね。真似してみたい素敵なレイアウトです。
私はちょうど10年前にアシュレーでベッドとリネン一式を購入しました。海外風にクッションをたくさん並べてコーディネートしてるんですね。でも日本の家具店ではこういうベッドはまず見つかりません。この上に乗っているカバー、ベッドスプレッドというんですが、このベッドスプレッドを見つけるだけでも大変難儀しました。でもアシュレー家具店にはベッドだけでなくクッションやリネン類もたくさんあります。ベッド周りが一通り揃いますよ。愛知県も神奈川県も兵庫も遠すぎるという方は、カタログやネット通販もあるんですが、できればぜひ現地に足を運んでいただきたいです。やっぱり大きな家具を購入するときは実物を見てからの購入をおすすめします。ソファやベッドなど座り心地、寝心地を確かめた方がいいですね。現在お引越しや家の建築、改築、増築をお考えでアンティークテイストの家具を探していらっしゃる方、将来こんなお家に住みたいという夢をお持ちの方、ぜひアシュレーホームストアのショールームに足を運んでみてください。きっと何かのヒントになりますよ。願望実現のモチベーションもアップします。はい、今日はここまでです。では皆様、どうぞ良きスチームを。